どうもクローズネストです。今回は1分間のショートムービーということで藤井くんにお芝居をしていただきたいと思います。彼はですねこの後どんな台本で何が起こるのかまだ分かっておりません。僕の指示に従っていただきたいと思います。それでは目隠しを取って眠りについてください。間もなく始まります。藤井は目を覚ました。時計を見てすでに仕事に3時間遅刻していることに傷ついた。藤井は冷静さを取り戻すために近くにあるお水を一気に飲み干した。お酢だった。藤井は仕事に行くのにはお腹を満たさないといけないタイプの人間だ。近くにある熱々のブリトーを一気に口に放り込んだ。しまった。口にチーズがついてしまった。藤井は近くにある熱々のおしぼりで無我夢中で顔を拭いた。藤井には時間がない。無我夢中で顔を拭いたのである。そして接客後の藤井は口臭を気にして近くの歯ブラシを手に取った。歯ブラシを手に取った藤井は歯磨き粉を取りに行く時間がもったいないので近くのわさびで済ませることにした。たくさんのわさびで済ませることにした。藤井には時間がないのである。歯ブラシで歯を磨いたのである。そして仕事に行くため携帯を手に取った藤井は気がついた。今日は会社が休みだと。なんだよ。